どうかなされたか、パイレン殿。パイレン殿？いや、その、だな。この間は悪かったな、セイ。この間？ああ、あの首席のことですか。相変わらず覚えておいでか。すまん。やれやれ、そんな性分ですな。酔った間のことをすっぱり忘れられるやつが羨ましいよ。ともかく、すまん、セイ。何、酒の席でのこと、こちらは気にしておりませぬよ。そうか、ありがとうな。ですが、このようなところを歩いているなど珍しい。先日の監視役の仕事は無事終わったと聞いておりますが。ああ、そうだ。セイにも聞こうと思ってたんだけどな。ん？私の個性って何だと思う？それを私に問いますか。あれからずっと考えてたんだけど、どうにも思い浮かばなくてな。なら、誰かに聞けばわかるんじゃないかと思ってさ。どう思う？個性がないのが個性としか。それは、個性って言っていいのか？さあ。難しいか、この質問。シューラン様は忙しい方ですから、なかなかこの程度の用事を依頼するわけにも。ある程度の経験があって判断もできる方というのが難しいですね。理想はシオンさんなんですけど、もうこうなったらレハさんとか。はわわ、それはいくらなんでも。とりあえずエイドノにお願いしてみましょうか。なんだ、取り込み中か。どなたですか。こら、ふう、こちらの方は、寝るな。寝てませんよ。都合が悪くなったので寝ようかとも思いましたけど、リンちゃんも誰だか分かんなかったみたいなので。いや、まあいいよ、慣れてるから。はあ。で、どなたですか。失礼だぞ。どうしたんですか、パイレンさん。パイレンさん、パイレンさん、パイレンさん。マナで呼んでいいと言われた覚えがある名前ではあるのですが。どうしたんですか、コウソンさんさん。ああ。やっと思い出してくれたか。寝るな！おお。ふう、こちらの方はコウソンさん殿です。よもや忘れたとは言わないでしょうね。東卓討伐のちょっと後くらいに
気がついたらレイハさんに滅ぼされていた。まあ違ってはいないけどさ。そうだ、タイレンさんなら。そうですね。ん？どうかしたのか？はい、ギトの国境の合間に新しく開墾できそうな場所が見つかったんです。その土地の調査を誰かにお願いできないかなと思っていたんですが。そういうのならシューランとかシオンがいいんじゃないか。そうなんですけど、どちらもすでに予定がいっぱいで、無理にお願いするのもどうかなと。で、誰も候補がいないから、A ちゃんかレハさんにでもお願いしようかなと思っていたんですが。 A はともかく、レハは無理だろう。まだエンヤあたりの方がマシじゃないか。エンヤさんも予定があるみたいで、長期の調査は難しいみたいで。そうか、そこに私が来たと。はい、バイデンさんなら優秀の頃の経験もありますし、適任だと思うんですが。お忙しいですか？いや大丈夫だ。この間の監視役の仕事も終わったし、その役目引き受けよう。ありがとうございます。助かります。でだな。はい、私のことは候補には上がらなかったのか？あ、はい。寝るな！お、すいません。いや、まあいいんだけどさ、慣れてるし。で、その代わりと言っちゃなんだけど、一つ教えてほしいんだ。何ですか？私の個性って、なんだろう？個性。個性。個性ですか？ああ。私って今みたいに影が薄いだろ？で、なんかこう、もうちょっと目立つ方法はないかなって思ってさ。言ってて悲しくなるけど。まあ、技にも職にも突出した人材が多いですからね。その中にあればある程度埋もれてしまうのもある意味仕方ないところかと。ふむ、影が薄いのが個性ってことではダメなんですか？それは勘弁してくれないか？だからここは一気に攻め立てればよいのです。羊だってまっすぐ突っ込めと言われれば分かりやすく突っ込むのですよ。だがだな。だがもへったくれもないのですよ。新兵を動かすならそのくらい分かりやすく命令してやった方が良いのです。ノンはどう思う？そうですね、ねねちゃんの言うことも一理あると思います。ほら、おっぱいの言う通りなのです。おっぱい。なんだ、どこも今日は取り込み中だな。
おや、パイレン殿。よかったら、パイレン殿も混じって行かれませんか？ん？いいのか、アイシャ。みんなで戦術の研究中なのです。新兵ばかりの部隊でこの地形を攻めるという作戦なのですが。誰だか知らないけど、ついでだからお前も意見を出すのですよ。お前！こら、ネネ！パイレン殿に向かって失礼だぞ。こんな影の薄い人、知らないのです。なあ、ノン。なんですか、レファ様。パイレン殿というのは、アイシャをマナで呼べるからには相応の人物なのだろうが。確か。家北のコウソンさん殿だ。反董卓連合の時に敵陣で名を聞かなかったか？そう、家北のコウソンさんさんです。そうか、忘れていたんだな、ノンも。炎章とか創造とかは聞いたですけど、そんな名前覚えてないのですよ。パイレンもよければ意見を聞かせてもらえないか？そうだな。この白い碁石が味方なのか？はい。これが全部新兵だとすれば、私だったらこうしてこの辺りから弓で攻撃させるかな。迂回から安全地帯に移動して遠距離攻撃か。新兵はともかく傷つくと脆いからな。安全なところから攻められることを強調して安全策を取るのがいいと思うが。影の薄い人らしい定番中の定番なのです。気策の方が良かったか？そういうのは苦手なんだけど。いえ、これはこれで研究の価値はあるかと。定番というのは有効だからこそ定番になり得るわけですし。そうですか？正面からの突撃の方が。それができるのはレンが先方にいるからだろう。そういえば、パイレン殿は何かご用が？ああ、私の個性が何か探していてな。個性？影が薄いから必死で探しているのですね。まあそういうわけだ。アイシャも私のそれがどんなものか知らないよな。申し訳ありません。あまり人を見る目には自信がないもので。影が薄いのが特徴じゃダメなのですか？勘弁してくれよ。ですが、今の策は面白かったですけど。策なら軍師のみんながいるだろう。うちには軍師がいなかったから作戦の立案も自分でしてたけど、みんなのように十手先が読めたり奇策が得意なわけでもないしな。力になれなくてすまない、パイレン。いや、変なこと聞いたこっちが悪かった。じゃあ戦術の研究頑張ってくれな。まだまだ。てりゃあ！遅い。ああ！
リンリン、ナギ、今度は3人同時に仕掛けるぞ。いいな。はっ、わかったのだ。構わんな、レン。いつでも来い。余裕だな。ならば行くぞ。てい、これくらいなら。だれ、相変わらずむちゃくちゃなのだ。お、どうした、レン。人来る。ん？あ、邪魔したか？いや、まあよかろう。みんなも休憩でいいか？わかったのだ。はっ。で、何の用だ？どうしたのだ、シュンラン。いや、別に。シュンラン様？なんでもないと言っておろう。で、何の用だ？パイレンだ。おお、そうだそうだ、パイレンだった。シュンラン様。シュンラン。だったら、お前らはこれの名前をちゃんと覚えていたというのか？リンリンはちゃんと覚えてたのだ。ご飯をくれた人は忘れないのだ。勘弁してくれよ。反董卓連合でも一緒だっただろう？そうだったか。レンは覚えて、ないみたいだな。で、パイレンも稽古しに来たのか？いや、さすがにそれはお前らの足を引っ張るだけだろう。別件だよ。そんなことはなかろう。パイレンといえば確か南の方で。北の方だ。そう、北の方で馬に乗って。そうそう、我らやカリン様と戦いを繰り広げる前にレイハに負けたけどな。炎症？お前もしかして清涼の馬頭殿と間違えてないか？バカを言うな。清涼の馬頭といえばカリン様と決着をつける前に自ら命を絶ったではないか。そのくらい覚えているわ。なら私の名前を言ってみろ。パイレンだろ。さすがの私でもさっき言われた名前くらい覚えているぞ。マナじゃない方だ。バト？コウソンさんだ。コウソンさん？シュンランにそういうことを期待するのが間違ってるのだ。で、そのコウソンさんとやらが何の用だ？いや、もういいよ。変なパイレンなのだ。まあいい、ここまで来たのだし
ついでだから手合わせしていけ。はあ、だから私はそういうのは得意じゃないと。気にするな、手加減はちゃんとしてやるぞ。お前の手加減なんて当てになるか。そこまで知っていれば大丈夫だろう。お前たちも立て、休憩はもう終わりだ。はい。ならパイレンはレント組むといいのだ。だからそういうのは。死ぬかと思った。リンリンもレンもどうやったらあんなに強くなれるんだ。もうあれ人間の強さじゃないだろう。あれ、パイレンじゃないか。どうしたんだ。パイレンさん、こっちだよ。姉様、今日ってそんなに暑くないよね。うん、大丈夫だとは思うけど。おーい、パイレン、大丈夫か？それ、私のことか？お前以外のどこにパイレンがいるってんだよ。そうだな。変なの？で、二人は馬の世話か？ああ、最近バタバタしてて洗ってやれてなかったからな。今日はタンポポも非番だし、たまにはこうやってな。よし、なら私も手伝おうじゃないか。いいの？やった！大丈夫か、白馬調子。その名はやめろって言ってるだろ。それに私だって自分の馬くらい自分で面倒見てるんだ。任せとけ。そうだな、なら手伝ってもらおうか。へえ、言うだけあってうまいもんだな。当たり前だ。ほら、このあたりも気持ちいいか。慣れたもんじゃないか。まあな。あ、そうだ、ついでだし二人に聞きたいことがあるんだが。何？私の個性ってなんだろう。またなんでそんな話を。なんというか、私って正直影が薄いだろ。そうだね、あんまり目立たないよね。こら、タンポポ！姉様がブーター！いやまあ、悲しいかな。あんまり外れてないからいいと言えばいいんだが。いいのかよ。で、ちょっと個性を磨いた方がいいって助言を受けてな。その自分の個性がどんなもんか聞いて回ってるんだけど。白馬調子なんだから馬の扱いが得意ってのでいいんじゃないのか。いや、それってお前たちと被るだろ。まあね。タンポポ！それに河北にいた頃ならともかく、こっちに来てからは騎馬隊を率いる場面もほとんどないしな。なるほどな。私たちは清涼の残党と一緒に桃花様のところに来たから率いる騎馬隊があるけど、勇州は確か普通にあのおばさんに滅ぼされちゃったんだよね。こら、タンポポ！まあ、それも事実だしな。他にパイレンの強みか。やっぱ
り思い浮かばないか。ないなら作ればいいんだよ。作る？前にご主人様も言ってたけど、ないものは作るしかないんだって。ちょっと、おい、タンポポ。なるほど、作るか。例えば、実は剣の達人だったとか。いや、それは無理だろう。実は兵法を極めていたとか。それも無理っていうか、基本的に誰かと被るネタじゃ意味ないだろう。じゃあお酒にすっごく強いとか。酒絡みの個性はなしの方向で。難しいな。だったら語尾に何かつけてみるとか。語尾？ほら、趣味のたわわとか、沢のなのとか、ああいうの。これなら誰かと被らないし、個性がつきやすいんじゃないかな。なるほど。って、いいのか、そういうので。ざわわ。どうしたんだ、本郷杏仁豆腐。変化？杏仁豆腐。いや、別に食べたいわけじゃないけど、タンポポに助言を受けてな、杏仁豆腐。私って影が薄いだろ。だからちょっと個性をつけようと思ってな。で、タンポポに相談したら、とりあえず語尾に何かつけてみるといいって。変化？やっぱり杏仁豆腐よりはチンジャオロースの方が良かったか。そうか、語尾も失敗か。いいところって？ほら、やっぱりいいところなんてないじゃないか。だから個性をつけるべく語尾にワンタン麺って。じゃあいいところってなんだよ。資料？そうか、ならよかった。すごい？そうか。でもさ、本郷、私だってそれなりに仕事ができるってのは、まあ分かったよ。教えてくれてありがとう。でもさ、影が薄いのはもう
ちょっとどうにかならないかな。そうか、それも個性か。任せろ、そういうのは割と慣れてる。やっぱり語尾にエビシュウマイとかつけた方がいいのかな。